ちは。はい、 IW 遠征シリーズボリューム3、いいですか。今日はですね、皆さんが、まあ、行ったことある方は懐かしい、行ったことない方はこんなのだっていうところをお届けしたいと思って、今日はですね、スタジアムツアーです。あのエイミーパークって言うんですね、メルボールはね。はい、あの A いっぱいです。 A4 個くらいのことだっけ。3個AAMI パークだっけ。AAMI です。 AAMI が2個だよ。嘘ばっかりで4個もねってやりすぎだ。AAMI パークって通称呼んでますね。で、前ね、レベルズだよね、メルボールの本拠地だよね、はい、そのジャージの時ちょっと言ったんだけど、あのグランドから、あ、スタジアムから横見たら結構街が見えたりするんだよね、はい、それがAAMI パークのいいところです。で、まあ、今回はそんな、どうぞオフィシャルのツアーとかじゃないから、もう IW がですね、歩きながらですね、こう、こんななってよ、みたいな。一周したのきゃ、あれ。そうですね、コンコースを一周した。一周できるんだ。あの、入れなくなったりはしてないんだ。はい、あの、各ゲートには、スタッフの人とかいるけど、一周はできる。ああ、なるほど。そういうパターンですね。そういう感じのスタジアムなので、ね。まあ、行ったことない人はぜひ見てほしいし、あと、あれだよね、メルボールのここって言えば、だから今度さ、あれだよね。オリンピックとか決まったからメルボルンで、お、いや、ブリスベン、ブリスベン間違えちゃった。じゃあ、あの、なんかの試合でオーストラリアとかね、オールブラックスの試合とかあると思う、まあ、当然行われますからね、はい、なんでね、あの、行った方があることがある方はですね、ぜひ懐かしんでいただければと思います。はい、ではスタジアムツアー行ってらっしゃい。はい、これスタジアム入ったんだよね。はい、おー、すごいね。これで一周するってことは一周できるんだよ。一周できます。一周入り口が、2箇所あって、あ、2箇所あメイン側とバック側の2箇所から一応できる。なるほどね。どっちから行く。僕はこれはメイン側です。日本にいるとすごい、やっぱりこれコーヒーショップ。はい、コーヒーショップも出てて、何店舗かちょっとやっぱ閉まってるのもあるんですよ、ね、この左側閉まってる。はい、要は左側にスタジアムがあって、あのグランドがあるってことでしょ、はい、グランドがあって、うん、各ゲート番号がぐらい。そうだよね、トイレね。トイレも、あの、結構人いなくなるんだよ、はい、やっぱりそんなに満席じゃないから、はい、メイン その入り口の近くでいるけど、一応両側のあの1階席は空いてるっていう。あー、なるほどね。閉まって、どんぐらい入るんだろう。3万弱ぐらい。今のあそこで、あのスタンスポーツのピッチサイドからのハーフタイムとか、それでつないで話したりとか。なるほど。僕は今ゴール裏ですね。あー、ゴマ裏ぐらいね。はい、まあ、結構トイレの数も多くて。そうだね、結構ちょっと、はい、空洞とか並んでないですよね、はい、まあ、結構空いてるんだろうな。そう、ただまあ試合始まる前はすごいです、ね、いや、そうだね、まあ、並んだりするの、はい、かなりもう溢れるぐらいな。へえー、そう、同じだな、日本だな、はい、試合中とかは逆にもう全然いないよ。そりゃそうだな。結構やっぱあれなの、そのテレビの画面とか見えてるのあるの。はい、試合見ながら並んでる、ここでね、はい、よくあるんですね、並んでる時に試合見れてます。試合中はあのテレビの中継の映像が流れてて。そうだよね、海外の方が、はい、結構で、まあ、トイレの出入り口とかにはアルコールの消毒のが置いてあるとか、置かれてたりとかして。マスクありました。はい、マスクしてた。マスク、この動くときはしてました。あ、なんか変なもんじゃないの。結構、まあそんなにあれなんですけど、聞いた話だとマスクしてると大丈夫かな。あ、逆にお前大丈夫って。はい、結構やっぱ街中とかもアジア系の留学生の子とかだとマスクしてるしてる、ね、これがバックスタンド。もうバックまで来たんだ、はい、結構どう、一周その10分かかんないぐらいで回れちゃうんだ、はい、あー、なんですよね、はい、いいね、こういう感覚なんだよね。これお店で売ってるものは一緒なのか。日本ってさ、
お店の名前は違うじゃん、はい、売ってるものは一緒だったりする。もう今映ったのはもうバーに特化したお店で、あ、酒とか、はい、ここがもう一つ右側が入り口です。あ、バックドアの入り口ってこれ、例えばさ、バーとかさ、レストランとかさ、やっぱ、ね、現金とか買わないでしょ。はい、ほとんどはカードです。カードで、向こうだとタッチ決済かも。あ、ピッ、はい、じゃあ携帯でとかもない。携帯もある。携帯にもカード入れてて、まあ、Apple Pay みたいなね。はい、ここが多分中継を見てた人なら映ってたかもしれないですね、うん、左側をスタンスポーツっていう中継もして、うん、抽選で当たるソファーを置いて、抽選で当たった人が見られるの。すいいの。なんかちょうどティモホラー、おーおー、もう悪いですよね、はい、その普通にいるんだ、その辺、はい、レジェンドが結構解説をやってて、交代交代でここに。なるほど、まあ、長いからね、はい、これみんな持ってるビールでしょ。はい、ちょっと見打ちた時さ、向こうはさ、泡とか出ないでしょ。はい、みんな見てるから、大体ビールが10ドル、いっぱい今85円ぐらい、今ちょっと95円とか、でも1000円近いんだね、はい、持ってんなービール、みんな、はい、右、カフェか、カフェ、カフェがあるのがすごい、はい、ビルボルンっぽい、はい、そうですね、ビルボルンカフェの、はい、ビルボルン、はい、あの、こうやって、まあ、これはあれだけど、これがちょうどハーフタイム、ハーフタイムショーか、はい、なんか、はい、そうね、こういうやつね、はい、感動者となんか後であるもんね、はい、簡単な作りで、うん、外が空いてるんで風とかも入ってくる、半外みたいな感じね、はい、うん、室内いい、こんな感じなんだよね、ウェリントンのスタジオも、ね、はい、こんな感じで、あ、座席自体も分かりやすくて、そうだよね、この数字が一発目でかいもん、はい、入るところ入り口も広めだね、ほら新国立競技場は狭いなんて、こういうところの入り口が狭いんだよね、はい、新国立ゲートの入り口ってここに閉まってる、黄色のは席ってことでしょ、はい、で一応各ゲートに、このゲート入ったところにセキュリティの人がいて、チケットの番号をチェックする、あ、そこでね、あ、ここじゃないよなんて教えてるんですよ、はい、ただもう試合中とかになるといなくなってたりとか、秩父宮とかずっといるもんね、はい、ずっとね、試合中ずっとってるもんね、なんかね、チケットなんてね、まあ分かるけどね、まあ、綺麗だね、やっぱ、はい、ボールね、自由、結構あとやっぱみんなビールをこぼす、あ、人が下濡れてる、下がもうめちゃめちゃにあるあるだね、はい、で後半とかになると結構あのモップ持ってるスタッフの人が出てきて、すぐもう、はい、拭いてる、はい、なんか中にスマホのレンタル充電器とか、あ、充電器もある、はい、ここがバーになって、でいいね、ほんとザ・バーク、ね、あとその横から外のコンコースが出られて外で見られる、入ってるけど外なんです、はい、ここだけ区切られてて、はいはいはい、よくあるんですね、はい、ここがキャッチっていうのが魚専門のお店で、フィシアのチップスとか焼いたグリルのサーモン、ここはね、そうね、シーフードのキャッチですよね、これももう持ってる、はい、ね、ゲートここで一周、なるほど、まあ7分ぐらいかな、これね、はい、そんなになんか超広大って感じだね、はい、はい、というわけでですね、 IW オーストラリア遠征シリーズですね、お楽しみいただけましたでしょうか、というのもですね、実はですよ、まだまだ続きます、いいですね、皆様、いろんなバージョンありますからね、
ぜひ見ていただきたいと思います。というわけでですね、引き続きですね、チャンネル登録ですよ。していただいたりとかね、高評価の方、お願いします。